ちょっといいですか、ごめんなさい、あ、ちょっとカメラオフにしていい、あ、オフできないんだっけこれって、椅子映るし、よいしょ、部屋映るし、ねえ、ちょっとごめんなさい、これ壊れたから撮ってくる、シュッ、よしよし、大変申し訳ございません、取ってきた、よいしょ、あ、じゃあついでに今日の洋服、じゃじゃん、ふう、ついでに今日はこんなワンピース着てます、後ろはリボンになってるんだけど、こんな感じのワンピースを着てました今日は、よいしょ、なんかオンラインの時ってお洋服悩みますね、本当はどの服も全身写したいんですけど座るじゃないですか、だからなんか難しいなって思います、さすがバグってんな、バグってないよ、なんでずっと言うのバグってるって、今日も言うし、よし、眩しいな、ちょっとさすがにこれはこんなもんでしょうか、ふう、そう、上半身のさらに上半身しか上半分しか映んないんですよね、だからもうね、いつか人参来てね、人参はさ、なんかでも人参は多分対面で見た時の方が面白いんですよ、だ昨日の服って上の可愛いリボンのブラウスだったんですけど、下がチェック の, あのハーフパンツ、ハーフパンツっていうの、短い短パンみたいなので、それを一番見せたかったんですよ実は、だからなんかの機会、なんか皆さんの前に行く時に着たいなとか思ったり思わなかったり、あ、ゆいとさん、姫ありがとうございます、あ、すしおさん、ホエーズ、あ、さえちゃんオタなのにありがとうございます、いやー、いっぱいお友達、お話か友達か伝言たくさん来た、なんかすごいお友達いましたよ、4人ぐらいいた気がしたんだけど、チャイナの服のファンです、インスタとか始まったらたくさん載せてほしい、私でも私服全然あのマネキンコーデしかできなくて、実はだからなんか全然見せれるほど、ここちゃん推しだけど前にメールで久保ちゃんのこと話してた、あ、私が多分霞のショー、霞かあずのショールーム、霞かな、霞のショールームでスマホのロック画面を小浜さんにしてて、ホーム画面を岡部さんにしてますって多分言ったから、なんかどっかで聞いてくださったらしいですね、なんか小浜さんのメールの返信で知りました、いや、姫いっぱいありがとうございます、前髪の巻きは結局正解にした、前髪ちょっとおんまゆ気味なんですよね、それが微妙かなって思います、ひなちゃんのワンピース姿大好きよ、ワンピースが楽ちんなんですよ、ワンピースがなんか一番女の子っぽいし好きです、選ばなくていいし上下ね、なんかみんなどこで服買ってるんだろうと思います、先輩方とかも難しい、今日と昨日のお話し会はどうでしたか、
一番素で喋ってる感じあるねって言われたんですよ。結構ショールーム最初の方から見てくれてる人いたら、なんか最初の1回2回は猫かぶってて、猫かぶってるっていうかちょっとおとなしいキャラで行こうって思ってたんですけど、なんかお話し会やると全然やっぱ早く喋りたい、早く喋んなきゃ喋んなきゃ、いっぱい喋ろう、いっぱい喋りたいって思えば思うほどなんかガツガツ いっちゃって、そうするともうなんか一番等身大っぽいって言われました。うん、あと前回のショールームでアニメの話をしてから、アニメのお話をしてくれる人がいっぱいいて、ぐるぐるぐる言ってる。そう、人見知りのはずなのにちゃんと喋ってて偉い。そう、なんか対面より緊張しないからいっぱい喋れちゃうんですよ。うん、そうだ、配給見るね。あ、配給見て、配給見てほしい。ちょうど配給したグッズあるんだよね。あった、見て、翔陽くん。他の18期生がひなの猫かぶってるって言ってたから、え、嘘。あ、でも言われるんですよね。なんかひなのか、なんか人の前立つとすぐ静かになるって言われる。アニメすごい聞いてくれる人いました。嬉しい。うん、ちょっとでもオタク隠してるのもすごい、なんで隠すのって言われたんですけど、恥ずかしいじゃないですか。結構グッズとか集めちゃうタイプなんで。配給は自分の地元仙台が舞台よ。そう、仙台行きたいなって思ってて、配給がさ。あ、ちなみに私はサクサキヨウミくんっていうのが推しって言ったんですけど、2番目に翔陽くんが好きです。主人公のかわいい。はい、アニメは結構話の幅が広がるので楽しかったです。あとメール、お弁当の話とかしてくれる人がいっぱいいて、最近ちょっと実はサボってたお弁当の話をね、すごい嬉しかったです。あとね、なんかオタク同盟みたいな、なんかオタク同士話しやすいって言ってくれる人もいて嬉しかった。これってひなのちゃんのファンマークですか？ファンマークじゃないかも、猫とリボン。なんか好きな絵文字猫ちゃん飼ってる猫かわいいな。ファンマークもあった方がいいのかな、難しいな。メール、最近私お弁当たまにねちょっと寝坊して作ってない時が多くて、そう、なのにこの前作ったネギ塩豚丼がすごい好評でしたね。いろんな人、本当にほぼ全員あれが一番美味しそうって言ってくれましたね。ひなの手作りお弁当はどこで食べられるんですか？住所を教えてくれたらウーバーひなちゃんしますって言ったけど、ちょっとそれはやばいね。ね、でもいつかなんか、ね、でもお料理イベントはちょっとさすがにやばいけどね、なんかやる機会欲しいですね。ポップフェスまでにちゃんひなの推しペンライト決めたいね。そう、それも聞かれました、いっぱいね。えどうしようと思って、白は入れたいんですよ。だけどもう一個が迷っちゃって、絶対に被りたくないっていう強い意志があって、だからどうしようかなみたいな。黄緑がいいなとか思ったんですけど、なんか黄緑見えにくいらしい。ピンクは被るんですよ。ピンク、本当はピンクか赤入れたいんですけど、結構ピンクと赤って人気じゃないですか。そう、推しペンライトには絶対ピンク入れたし、え、嘘、私もピンク入れたいんだよね。でもピンクと白って
人気じゃないですか。なんかやっぱ大きい会場でライブするときに自分だけの色欲しいんですよ。やっぱ十七期さんともしなんかライブやる機会があるあったらなんかありそうじゃないですか。今後わかんないけど劇場公演とかやるかもしれないけど、そういう時にやっぱ、まあ、十七期さんとは絶対被らないようにしたいけど、大きい会場で自分だけの色あったらいいなって思ったりしてるんです。めっちゃ前はラッキーカラー調べたりしたんですけど、それもなんか紫とかで被ったんでちょっと考え中です。6月10日までには決めたいですね。でも先輩多いから被らないようにするの大変、そう大変なんですよね。でも結構人気の色は偏ってるんで分かりや、なんか人参色でいいじゃん。やだよ、人参好きじゃないもん。同じ色で揃えるのが一番目立つよ。おお確かに。でもそうすると黄色とかじゃない、黄色、あでも黄色はサイがやりたいって言ってたから、あんまりオレンジとか好きではない。ピンクと白、17級さんはいないんだけどね、人気じゃないですか。ポップフェス行けるように調整してる。あー嬉しい。皆さんね、皆さん忙しいのに今日もお話し会何回も来てくれる方、昨日今日来てくれる方とか、昨日もいっぱい来てくれる人とかいてね、ありがたいです。なんか大変じゃないですか。なんて昨日と今日のお話し会なんて私たちより多分来てくださってる方が大変じゃないですかね。間隔2秒ぐらいしかないのに8人とバババーって大変そう。推しペンライト、ピンクと水色、そうピンクとなんか可愛い色はやっぱ人気ありますね。赤とかピンクとか水色も人気かな。でもピンクってなんか色の種類結構あるじゃないですか。私の持ってる、私ペンライトめっちゃ持ってるんですけど、ペンライト私が持ってるやつだとなんかピンク3種類ぐらいあって、あと水色も3種類ぐらいあったんですよね。でも結構種類によるから、サイリウム、あの金ブレの結構一番グレード高いやつとかだといっぱい色入ってたりするんですけどね。金ブレっていうかサイリウム、なんか14色ありますとかあるじゃないですか。このあのギフト全然関係ないんですけど、ギフトの姫ってやつめっちゃ可愛くて、私あの送ってもらうまで知らなかったんですよ、あるの。だけど初めて見つけて、あの送ってもらって初めて知ったんですけど、これめすごいいいですね。一番好きです姫。てか私のためかなって思いました、むしろ。ああありがとうございますね。しかもこれさ、姫のやつさ見た目も可愛いじゃないですか。びっくりしました。あるの前私がなんか見なかったのに。電池弱くなると色変わるし、そうね、なんか電池、あでも確かあれですよね、赤とかなんだっけ、赤かな、赤が結構最後の方まで電池なくなっても残るって言いますよね。赤だっけ白だっけなんだっけ、結構有名ですよねそういう話。ペンライトね、何本持つんですか皆さん。ペンライトって AKB 公式のライトから色々、あー確かに確かに、そうしよう。キンブレ、お主オタクですな。オタクですよ、バリバリオタクですよ。うん、キンブレなんて、私ペンライト結構いっぱい持つんですけど、あんまり強い発色のペンライト気にしてて、確かにそうだね、私もあんま強いのは持たない。2本、お2、3本が多い。
なんか皆さん片方に、うちは片方にペンライトですよね。ちなみに私は自慢じゃないですけど、両手で10本以上持ってますペンライト。うちは持つ文化はなく、うちわが一番嬉しいかもな。でも見つけやすくて、ガチオタ、ガチオタなんですよ。あ、でもペンライト10本はでもそうでもないのかな。結構私の友達とかね、なんか人を見に行くというよりかはペンライトを振りに行くみたいなね、だったり、結構小指とか、私ペンライト持ってたから小指の形なんかね変になった。ここ段差がすごいあるんですよ。ここすっごいペンライト挟んでたから、結構指の間、こことか、こことここの間とかすり減りました。どうやって10本持つの ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ここ広いから2本ぐらい持ってるんですよ。やっぱり見つけやすいんですよ、いっぱい持つとね。まあでもさすがにちょっとやらない方がいいのかも、場所によっては。でも結局うちわが一番見つけやすいですね。多分うちわ作ってるなら、なんて書いてもらいたいかな。え、なんでも嬉しいかな。ペンライト、あんまりね、ほらこういうオタクの話するとさ、ガチオタって言われるじゃないですかね。だからあんまり秘密にしたいんですよ。 AKB オタはうちわ持ち多い、確かに。でもあれですね、この前ピアリーナの時、練り歩きさせてもらった時にもうちわの方はすごい目立ちました。目立つうちわの作り方教えて。うちわか、あれです、でも会場って反射とかいけないから確かですよね。あ、どうなんだろう、場所によってそうですよね。反射はあんまりよく、あとキラキラとか良くないっていうか言うから、マフラー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 ってどういうこと。マフラーに名前書いてあるの恥ずかしくない？ちょっと恥ずかしいな。ね、うちはどうやるんだろう。うちわに LED 仕込んで、え、それっていいんですか LED。 肩ふわってなってて可愛い。確かにちょっとそういう肩のデザイン。うちわはちょっとなんか規定あったりするじゃないですか。わかんない、場所による。星になってって読めないんですよ。だよって言われても読めない。なんかショールームのやつね、よくわかんないな、そのダメな NG ワード。目立つうちわにすれば見つけやすい、見つけやすいと思う。なんかひなちゃんとかだと、もしかしたらあのひななさんとかとかぶりそうじゃん。あ、ひなちゃんって呼ばれてないのか。でもなんかそんな気はしますね。どうなんだろう、ショールームの NG ワードはマジで謎ね。なんか変な言葉じゃないのに全然。劇場では LED 打ちはダメ、コンサートではバレなければ持ち込んでる。確かにそう。でもね、バレなければってちょっと危ないからね、そういうのね、迷惑になっちゃうしね。
久保内輪ならわかるかな。苗字呼びはちょっと嫌だな。下の名前がいい。ひなのラブで絵描いいよ。恥ずかしくないそれ。大丈夫。ひなのって2連、あ、2連強いな。2連はすごい目立つ。お水飲もう。今来た。あ、こんばんは。こんばんは。こんにちは。久保さん呼びはやだ。下の名前の方が嬉しいかな。今更だけど名前に秘めあるの。本当私もでもこの名前気に入ってます。結構ひなのの名とか奈良の名で被ったりするんですけど、菜の花の奈良の嬉しい、気に入ってます。タオル、タオル、タオルいいよ。てかタオルすごい目立ちますよね。お話し会リアルの時とかすごい目立って嬉しかったです。マフラータオルか、そういうことか。おうおお、思い浮かばなかった。マフラータオル懐かしいな。名前の由来とか知ってる？恥ずかしい、なんかわかんない。ちゃんとしたやつかわかんない。ちゃんと聞いたことはないんだよ。もうなんか対面で来てくださる方、もしなんか名前と顔が一致しないかもしれなくて、なんかそこが不安要素と申し訳ない要素ですね。オンラインだと名前と顔が映るんで分かりやすいんですよ。あとマスクとかしてるとなんか一致しないことがあったりするかもしれなくて不安ですね。めっちゃメモしたんですよこれ。なのに忘れちゃうから。帽子に名前書いとくか。帽子、帽子分かりやすいかも。確かに。ネームつけていった方が良いかね。あー、ネーム嬉しいかもしれない。ネームつけてもらうと一致するかも。ネーム分かりやすいですね。あ、みさちゃん、姫だ。ありがとうございます。それか名前言ったらいいのか。名前言ってる時に時間なくなったらもったいないよね。でも結構覚えてる人、あのツイッターとか返信してくださると覚えるんですよ。あ、でも顔が一致しないことがあるんですけど、それはねなくしたい。見てくれる人は嬉しいから覚えたいですね。これ謎のメモっていうか名前書いてあったり、なんか誕生日言ってくれた人になんか誕生日書いたりしました。そう、何回も来てくれる人メモったりしました。でもあのやっぱ18期誰をしか分かんないじゃないですかね。結構皆さん思わせぶりなこと言うじゃないですかね。話してくれると、あ、私のこと好きなのかなって思っちゃったりするから、いや、すごいいっぱい姫投げてくれる、嬉しい、ありがとうございます。ね、って書いてある。これ DD は私 DD だよって言われたから、あ、メモしとくねって言ったの。いいって言われたから。リアルトークのお洋服決まった。メイド服でもいいけど、なんかメイド服着ていいのか分かんないんだよね。コスプレまだしちゃダメそうな気がしませんか。なんか私服って言われてる、なんか遠回し服ってなのかなみたいな。本当はメイド服とかしたいんですけど、まだダメなのかもね、難しい。
メイド服がいいですか？やるならメイド服持ってますよ。赤のだけど、メイド服、あとあれ制服とか着たいなって思いました。柔軟な着てるから、でも多分最初の方は着てなさそうですよね。ゴスロリも似合いそう。ゴスロリ持ってるよ。あ、捨てちゃったかも。捨てた気がするな。浴衣も人気ですね。浴衣ちょっと大変だからな。でも浴衣着たい。僕らは羊服でいいですかね。おお、確かに私がメイド服着たら、え、メイド服私が着たらあれですよ、あのご主人様みたいなやつの方がいいですね。ポニーテールにしてほしい。あ、ポニーテール、ポニーテール、なんかポニーテールも髪の毛巻けないとあんまり可愛く見えないからね。あんまり練習の時はいつもポニーテールしてますね。ツインテールだねって言われたから。オンライン可愛いじゃない、可愛い。園児服、園児服はさすがにないな。園児服はさすがにないな。女の子は何を着れば一緒にメイドする、それがドレス着てきて、ワン、なんか可愛いワンピース着てきたらご主人様、お嬢様って言いますよ。高めのツインテール、高めのツインテール、高めのツインテールしたい。なんかここら辺のあの毛量が多いから厳しいな。やるけど、やりたいけど。どうせさ、あそこで着るの恥ずかしい。確かに確かに。ハロウィン近くなったらみんなでコスプレしたいですね。推しの子コスプレだと思ったんですよ。あのなんだっけ、着せ恋、着せ替え人形、人形は恋をするって、着せ恋あったじゃないですか。あれのマリンちゃんのコスプレしたいなってずっと思ってるんですよ。あと王道にレムとラム、レムラム人気だからね。あと五等分の花嫁かな。あ、なんか五等分の花嫁の話もしてくださる人いて、アニメ、私五等分の花嫁のあの、あ、もう包み隠さず言うと、あの女の子も好きなんだけど、あの男の子の人が好きなんですよ。まあ違う、本当はニノちゃんがね一番好きなんですけど、五等分の花嫁、ニノちゃんが好きなんですけど、ちょっと私もあの五等分の中に混ざりたくて、六等分になりたいんですよ本当は。で、あの歌あるじゃないですか、五等分の花嫁の、それをカラオケで歌ってどうにか6番目に入らないかっていうのをやってましたね。ね、どうにかして入りたいんですよ。でもみんなレパートリーがないから、もう上杉さん、上杉くん、どうしようどうしようどうしよう、フルネームかなみたいな。ゆいちがちゃんひなは一番うるさいって、嘘、マジでそんなはずはないんだけど、そんなはずはないんだけどな。カラオケだとアニソン歌うの、アニソン歌ったり、学校の友達と大体カラオケは行くんですけど、ボカロかな、ボカロか、最近は J-POP 歌うようにしてます。ボカロ、 J-POP、 アニソン、あの一番はボカロが多い気がする。アニソンはあのスズメ歌います。ゴッドノーズとかかな。今期最推しアニメは、今期最推しアニメ、難しいな。
もう王道なのしか言えないけど、なんか全然話題になってないスキップとローファーをみんなに見てほしいなって思ってますね。うん、あれめっちゃ面白い。やっぱ鬼滅とか、あと推しの子あるから結構隠れがちなんですよね。ちゃんとリビルのあれみたい。あ、見てるんだ。でもリアタイ苦手すぎて全然ダメです。私は見てるけど一気見が好きなんで。だから進撃の巨人も今一気見が楽しいです。あとブンスト見てますね。昨日の夜中から見ました。スキップも話題になってる気がする。嘘、見たことないな。少女漫画最近アニメのやつ見るんだよね。でも私結構アニメアニオタとは名乗れないんですよ。好き嫌いが多くて結構グロいのとか苦手なんで。苦手っていうかなんか想像しちゃうから見れないんですよね。あと絵柄とか、私絵下手なのに苦手な絵柄が結構あったりして。呪術廻戦もついこの間見ましたもん。流行りに乗りたくないっていうのがあって好きな声優さんいますか？好きな声優さんは、小安さんの声が好きですね。あと杉田さんの声は、杉田さんがやってるキャラクターは大体好きですね。テスト期間中なのにショールーム見てるの怒ってください。怒れないよ。怒ってほしいのショールーム、怒れない。眩しくなってきた。あ、明るくなった。あ、こんぐらいがいい。ひなは進撃の巨人ならクリスタ役？クリスタ、あー、クリスタ、クリスタ途中まで苦手だったクリスタね、なんかわがままだなって思いました。ちょっとえ、誰だろう。でもあ、この前18期で話した時はなんだっけ、あれ兄っぽいって言われました。顔が兄っぽい、でも雑魚だから絶対すぐ死ぬキャラだから兄っぽくはないんだけど雰囲気が兄っぽいって言われました。褒めてない、全然褒めてない。いやでも秋まで待たないといけないからな。なんかいいアニメあったら教えてください。見たいアニメおすすめのあったら。少年ジャンプ系が好きですね。特にね。次のお話し会はいつかな。ブルーロック見てた？見てたよ。あ、途中でやめちゃったかも。なんか途中で終わっちゃった。どの知識巨人になりたい？巨人か。潜水かな。18期だと誰がサシャ？もう絶対ユイでしょ。髪型もユイだし、なんかよく食べるし、ユイだね。ね、なんかショールームでアニメの話すると話し会でいっぱい話してくれる人がいて嬉しいです。
アンニオタなの隠したいのに。ちなみに今何時なんだろう。時計がない。こんばんは。あ、こんばんは。ね、リアルと対面もどっちがですね。あのでもリアルの方が緊張してあんまり喋れない気がするんだけど、19時31分。おお、意外と時間経った。ありがとうございます。いつも頼ってしまう時間。私は最強の練習した。めっちゃしてるよ。結構練習してるかも。でもあんま練習したって言うと恥ずかしいな。リアルトークの方がそう、なんかラグもないし、やっぱね、壁同士だと結構、壁？画面同士だとね、なんかなって感じですよ。寂しい感じ、ブチって切れるのも寂しいですね。結構対面だと剥がされるけど引き伸ばせるじゃないですか。あっって、いやでもそうだよそうだよね、ありがとうみたいな言えるけど、それができないのが嫌です。オンラインは喋りたいのに勝手に切られるのがイラってなる。いや私まだ喋ってんだけどなって。そう、リアルは前と後で余韻ある。そう、その余韻大事、余韻を大事にしたいんですよ。だけどさ、そうできないじゃないですか。そうだって、かすみとかこの前すごい私のとこにいるのに、なんかもうずっと喋ってて、私あどうしようみたいな感じでしたもん。もうなんかそういうのが欲しいですね。はがね、余韻で喋れるの、だって余韻で多分 2,3 秒伸ばせますよ。それめっちゃ大事じゃないですか。そう、あとポン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 行くの大変そうですね。オンラインは私じゃなくて、目疲れちゃいそうな人もいそうだし、あとは対面であのシールドがなくなるとやりやすいですね。うん、あのシールドあるとなんか近いのに遠く感じるしねえ、どうにかしたいなみたいな。握手なら手を離さない荒技、確かにそうね。握手したことないからな。お渡し会の時も私結局渡してないんで、全然あの橋本さん、えりこさんが渡してたんで、私はシールからありがとうございますしか言ってなかったからね。マスクなしもあると、え、マスクってより強制なんですか？なくてもいいものだと思ってた。シールド聞こえづらそう。そう、シールド聞こえづらいんですよ。しかもあのこの前みたいなやつだと、かすみとか声大きいからあんま聞こえなくてね。岡部凛さんと握手したことあるよ、いいでしょ。え、羨ましい、交換してほしい。私と上書きをお願いしたいねえ。握手いいな。なかなか先輩とも私は喋っていないので、今のところ。かすみのコミュ力を吸い取りたいぐらいですね。個別だと8人よりは話しやすそう。確かにね、私も早く個別やりたいんですよ実は。だから6月がめちゃめちゃ楽しみです。黒子のバスケは見たことある？あるよ。なんじゃタウン？この前、結構前か。で、なんか、ブルーロックと黒子のバスケやってたんですけど、黒子のバスケと銀玉の2つのコラボグッズがあるやつで、行ってきました、実は。なんじゃタウン。あ、池袋の。池袋結構し、あ、最近は出没してなかったけど、割と最近出没しそうな気配ありますね、私。アニメ熱がまた結構前みたいに再発してるので。先日 SKE のイベントで久々に握手した。手袋ありだったけど手のぬくもり感じられたえ、いいな、手袋ありか。
いやでも手袋あってもできるの羨ましいな。私も早くしたいな。来月の幕張は行きます。お、やったーね。対面で来てくれる方ってなかなかいないから嬉しいですね。でもあれだよね、オンラインのいいところは遠くからお話できるのがいいとこだなって思いますね。予定が合わなくて行けないよって時も来てくださる方がいて嬉しい。池袋のアニメーター最近行った？行ったの。割と最近行きました。あ、そうだからそのナンジャタウン行った時に友達と行って、でも池袋のあれって、あの本店だからさ、あれ本店だっけ？あの、人が多くてレジ並んでも全然買えなくて、見るだけ見て帰りました。オンラインは交通費かからないしね、そう。やっぱオンラインの方が結局いいところあったりするのは分かります。私もオタクだったらオンラインいっぱい買っちゃうかも。対面そんなにいないの？分かんない。でも結構来てる方は いらっしゃいましたけど、やっぱオンラインに比べるとって感じですよね。幕張何周しようか迷ってる。無理の絶えない程度で大丈夫ですよ。あ、でももしかして個別ってもうまとめ出しできるんでしたっけ？そしたらいっぱい一気に話せるの。そう、なんか15秒とかだとさ、全然しゃべる、全部言ってるぜ、うちの車が。次の個別ただ同じ時間に18キロ固め、確かに回りきれないですよね。そう、そういうのもあるからね、やりづらいですよね。対面まとめ出しできる。ああ、まとめができると非常にいいですね。やっぱいっぱい話せますよね。15秒したっけってなっちゃいそうじゃないですか。池袋のニューメイトはそう、人が多いの。まずはご挨拶程度からね、大丈夫ですよ。一回でも来てくれる人が嬉しい。お話し会ありがとう。アニメトーク楽しかった。あー、ともさん、工藤だ。せやかて工藤じゃん、ね、まとめ出しの方がいっぱい話せるし友達になれるね。個別だとまとめてゆっくり話せる。そう、ブチって切れないのが。対面の話し会は10秒くらい。あ、そうなんだ。私たちこの前もなんか2秒ぐらいしかなかったから、名前言ってさよならみたいなね。あれはちょっと何しようって感じでした。私たちを見るのも初めての人がいっぱいだし、私たちも初めてだから、え、2、3秒で、しかも一回名前言ってねって言われたから、あ、名前言ったらバイバイってなっちゃうからね。でも多分個別だとそんな短くないから1回でもちょっと喋れると思う。対面だとね、 2,3 秒絶対私伸ばすから。いや、対面のいいところは伸ばせるとこだよ。いやー、おー、対面はね伸ばせるので、1枚でもね私が伸ばすよ。そう、ファンネーム、ファンネーム決めてない。18キレンはハードル高くていけなかった。確かに人いっぱいいましたね。結構まあだから18キレン1回行ったらもう回りきれないって人いたからね。個別はぜひ来てください。対面は剥がされてからが勝負。そうそうだよ。スタッフさんに声をかけられる瞬間に、でもさーって話振るからね、それが大事。そうしないと話せないもん。話足りないし。幕張で初めましてしに行きます。あ、嬉しい。幕張遠いのに東京とか住んでる人はありがとうございます。幕張広いからね、幕張好きだ。アイドルもオタクも伸ばしまくる。そうだよ、伸ばしまくらないと。だってね、
伸ばした方が楽しくない？多分いい時間かにゃい。すいません、もう一回時間誰か見せてもらえませんか？ひなは心強いアイドルだな。私はね、オタ目線、オタクなんで、オタ目線で行きますよ、常に。オタクはね、話したいからね。今は幕張に住んでるかもしれない。うわ、幕張？いいの、ライブ行き放題じゃん。41分、お、私何分から始めたっけっていうか、51分ぐらいから始めたから、あと10分ぐらいだな。剥がされると焦るもんだから、1枚出しでループできる人、確かに。っていうか多分私がオタクだったら、まとめ出ししなかったら話忘れちゃうから、毎回新しい話して毎回プツって終わると思うんだよね。あ、54分からか、ありがとうございます。意外と遅かった。50分ぐらいから読もうかな。誰か50分になったら教えてください。同じこと何回も話すね。確かに、お話し会の余韻がすごすぎて。今度カラオケ配信してほしい。あれだよね、有線のイヤホンがないぞ、私。有線のイヤホン。何歌っていいんだっけ、ショールームって。48と、46と、イコラブさんとかかな。旅行で松本いるけど、今からおすすめふと。松本か。広いから、私松本の方あんまりわかんないんだよね。あ、でも松本城は行った方がいいですよ。長野はね、私はね、長野はリンゴが一番、長野はリンゴとお蕎麦とおやきと五平餅が私は好きなんです。五平餅が一番好き。絶対行ったら食べます。五平餅あんまり見かけないから、誰か見かけたら食べてください。本当に美味しいから、五平餅大好き。坂道、秋元さん関わってるグループの歌える。おお、なるほど。歌おう、何歌おうかな今度。有線のイヤホン買おう。じゃあね、ちょっと不便だね、有線ないといけないの。長野はスノボでよく行ってたので大好き。長野スノボ、スノボか。私はスキー派である。スノボかっこいいな。私もスノボやりたいの。長野のそばは激うまだったね。東京のそばと違って、長野のそばはそば粉の味が結構する、濃い味がするんで、やっぱ東京のそばしか食べたことない人はぜひ食べてみてください。味がね結構違うから。東京のお蕎麦はさっぱりしてて美味しいし、長野のお湯が、私蕎麦湯もドロドロのが好みですね。長野旅行行ってみたいね。長野旅行行っても、長野はでもあんまり何もない気がする。もしお子様がいたら、戸隠のちびっこ忍者村はおすすめです。私は好き、よく行ってました。お腹すいたね。私もお腹すいた。おそば食べたくなってきたね。私は今日お弁当を持って帰ってきたので、お弁当を食べます。あとロールキャベツ、おうちに作ってあるやつ。今日ね、お弁当、今日のお弁当楽しみで、それのために頑張ってました。雪降る？いやー、あんまり降るけど、やっぱり全然新潟とかに比べたら全然地面見えます。ねえ、あんまり降るイメージ正直ないよね。
だから結構私イースナースキー場ってとこ好きだったんですけど、ちっちゃい時からあそこが雪不足でなくなっちゃってて、それがショック。イースナー村のズナッチっていうキャラがいるんですけど、ぬいぐるみ持ってるんだよ。あの長野のゆるキャラのアルクマとズナッチっていうねキャラクターがいるんだけど、ぬいぐ好きすぎてぬいぐるみ持ってます。戻ってきた、おかえり。ね、長野はでもいいぞ。志賀高原よく行ってた。あ、志賀高原、私も小学生かな、スキー合宿とかで行った気がする。長野から上京されたんですか？してない。さ、あんまり長野にいなかった。それはちょっと秘密で。長野好きだからね。でもなんだかんだでも長野いいですよ。やっぱ東京よりそういうとこの方が空気おいしいし、長野はおいしいものいっぱいあるし、意外と。ズナッチって名前かわいい。ズナッチみんな調べてみてください。なんかもう全然いないんだけど、イズナスキー場がなくなってから全然ズナッチがもはや自然消滅してしまったんですけど、一応調べたら出てくるんで、誰か見て。私のおすすめのキャラクターです。レルヒさんとアルクマが好きです、ゆるキャラは。ねえ、長野のお酒美味しいから二十歳になったら飲んでみてね。お酒か、いいな。お酒飲むなら何がいいかな。ビール、ビール、ビールあんま美味しくなさそうですね。なんか苦いって聞くじゃないですか。ワインもなんか苦いっていうイメージがあります。よくワインなんかワインとビール苦手な人って大体苦いって言いません？聞くのは。ルナッチカラステングモチーフ、あ、そう、カラステング。可愛いんだよ。ビール苦いです。苦味がいいらしいね。大人の人ってなんか苦いの好きだよね。わからん。でも多分私お酒強そうなんだよね。てか強くあってほしいな。お酒なんか飲めたら楽しそう。飲めなくても楽しいだろうけど。苦いのは私はダメです。コーヒーも飲めない。コーヒー飲めないよ。家計がそういう感じ。うん、あんま弱い人見たことないな。年取ると舌が衰えて、そう、なんか感覚が鈍くなるらしいですね。コーヒーは飲めないです。カフェオレもね、カフェオレは全然飲める。夜ご飯食べたかな？食べてない。お弁当ね、ツタヤのそぼろ弁当があったんですよ。それが楽しみで持って帰りました。もうそれを食べるために行ったと言っても過言ではないんですよ。ツタヤのお弁当が食べたくて、昨日は今半のお弁当が食べたくて行きました。今半のお弁当はね、私玉ねぎ苦手なんですけど、玉ねぎがでっかいところとこんにゃくが入ってるところとお豆腐に味が染みてるところが好き。ね、50分。やん。私もご飯食べよう。配信。食いしん坊キャラなの？食いしん坊じゃないよ。あ、でもいっぱい食べれるけど。50分だ。よし、じゃあよし、そろそろ読みましょうかね、ランキング。いい？読んでもいいですか？
ライブか。行きますよ。お、待てよ。行きま、お、待て待て、投げるの禁止だ。禁止じゃないけど、順位変わっちゃう。変わんないか。ないから読みます。はい、13位。まあ、まあまあまあ。3? まあまあまあでいいんですか?まあまあまあ33位。ありがとうございます。あ、順位変わった。12位、まひらさん。ありがとうございます。11位、かずや、あと、はきま、はち、あ、はちまきの人。3、話し会もありがとうございます。10位、ダメだ。10位、けんいちさん。あ、ありがとうございます、バラ。バラいっぱい、今日も昨日もありがとうございますね、バラ。色変えてくださって、しかも。9位、まこぴこにゃんさん、ありがとうございます。8位、すしおさん、ホウエイズ。あれ、もうさえちゃん推しなのに。ありがとう。7位、ブラウニーさん、ありがとうございます。6位、みさちゃん、ありがとう。楽しみにしてるね。5位、ひーちゃん、あと、つむじさん、ありがとうございます。ツイッターもやってるかな。4位、ちゃんきし、あと、ひないとさん。ありがとうございます。ツイッターも見てるよ。前髪直していい?ちょっと。OK。3位、まなみさん。まなみちゃん、ありがとう。うさぎと人参になってる。かわいい。ありがとうございます。早く喋りたい。2位、ひでさん。ありがとうございます。ね、昨日もありがとうございます。ツイッターもありがとうございます。1位、ゆいとさん。ありがとうございます。ツイッターもやってくれてるよね。ありがとうございます。よしよし。ねえ。ツイッターと、こういうショールームとか名前一緒にしてくれると覚えやすいんだ。スクショタイムか。ね、忘れてた。ごめん。何にしますか今日は。ポーズ。うさぎ好きなのでうさぎで覚え。何にしますか?ポーズは。ちょっと待って。にゅ、OK。何にしよう。ポーズ何がいいかな。いつもピースだよね。ピース飽きてきたね。推しの子、推しの子私踊れるよ。誰、うん、踊れる。オタクポーズ、オタクポーズ、リフフフ。これはキュルキュルポーズか。これ向こうにどうやって映ってるかわかんないからな、怖いよ。あと何、猫、猫とか可愛いリフよし、じゃあそろそろ終わろうか。いつもピースで終わるからピースでいいですかね。近づいていい、近づきすぎ終わりますね。指ハートで、今日指ハートで終わろうかな。はい、バイバイ。終わっちゃうよ。バイバイ。お弁当楽しむね。バイバイ。お仕事頑張って。バイバイ。